この度は au オンラインショップでのご購入またはご検討いただきましてありがとうございます。 au オンラインショップで iPhone を購入された方のご利用開始のお手続き方法をご説明します。ご利用開始までの手順は次の8つです。 1. お申し込み区分の確認。 2. 商品と同梱物の確認。 3. データ移行方法の確認。 4. AUIC カードの挿入。 5. 電話回線の切り替え。 6. アクティベーション。 7. iOS ソフトウェア確認。 8. 発信テストの順番で行います。それでは設定してみましょう。 1. お申し込み区分の確認。 au オンラインショップで購入したスマートフォンがお手元に届いてからご利用開始する前に確認していただきたいお申し込み区分についてご説明します。お申し込み区分によってご利用開始の設定方法が異なりますので必ずご確認ください。スマートフォン購入後に送付された発送完了のお知らせメールをご用意ください。メール本文に記載されている購入のご確認の項目から申し込み区分とご利用SIMを確認します。申し込み区分は端末増設、機種変更、UQ モバイルから乗り換え、MNP、新規のいずれかの記載。ご利用SIMは AUIC カード、eSIMの記載となります。ご利用SIMが AUIC カードの場合、申し込み区分ご利用SIMにより同梱の有無が異なります。端末増設の方、ご利用SIMが eSIM の方は AUIC カードの同梱はございません。 2. 商品と同梱物の確認。ご注文の商品、納品書、ご利用開始のお手続きについてと記載のある冊子の3点と、au オンラインショップからお客様に送付されている au オンラインショップ発送完了のお知らせメール、ご契約の電話番号、auID パスワードがお手元にあるかご確認ください。3. データ移行方法を確認。別動画にて詳しい手順を紹介していますので、動画概要欄からご確認ください。現在ご視聴中の YouTube のタイトル、または三角形のアイコンをタップすると、動画概要欄が表示されます。概要欄に記載されている機種移行前バックアップの下にある URL をタップすると、データ移行方法を確認することができます。 4. AUIC カード挿入。バックアップが完了したら、現在ご利用中の機種から IC カードを取り出して新しい iPhone へ差し込みます。iPhone の AUIC カードの取り出し用ピンは付属のケースの中にあります。端末増設、新規のお客様は次の5、電話回線の切り替えの対応は必要ありません。6、アクティベーションへお進みください。5、電話回線の切り替え。続いて電話回線の切り替えを行います。切り替え作業は30分程度で完了します。
回線切り替えの受付時間は、機種変更、UQ モバイルからの乗り換えの場合、7時から23時15分、25時から26時15分。MNP の場合、9時から21時15分となりますので、ご注意ください。この動画では、機種変更の場合をご説明します。現在ご利用の機種で、au オンラインショップ発送完了のお知らせメールの下部の URL からお客様のご注文内容確認ページにアクセスしてください。機種変更、オプション品、アクセサリー購入の項目内にある AUID でログインへ進むをタップします。AUID でログインをタップします。 AUID パスワードを入力してログインをタップします。画面をスクロールして回線を切り替えるをタップすると、オンラインでのお手続きは以上となります。オンラインでのお手続きがうまくいかない場合は、お電話でもお手続きいただけます。動画概要欄に記載されているお電話での回線切り替えにて、受付方法をご案内しております。現在ご利用のスマートフォンと新しいスマートフォン両方の電源をオフにします。しばらくお待ちください。30分経過後、アクティベーションを行います。6、アクティベーション。新しい iPhone の電源を長押しして、オンにしてください。画面を上にスライドして、使用する言語、国をタップします。3、データ移行方法確認でクイックスタートの移行方法が表示された方は、移行元の iPhone を近づけてクイックスタート機能でデータ移行を行ってください。クイックスタートでデータ移行すると、iPhone を近づけるだけで自動的にデータ移行することができます。今回は手動で設定をタップします。表示される内容に従って手順を進めてください。Wi-Fi ネットワークに接続したい場合は、接続したいネットワークをタップして、お持ちの Wi-Fi ルーターからパスワードを入力して、接続を行ってください。表示される内容に従って手順を進めてください。Face ID の設定や iPhone のロック解除の際に使用するパスコードの作成も行うことができます。 iCloud や iTunes、Android 端末にバックアップを行っていた場合は、ここからデータを復元することができます。該当するデータ移行方法をタップして復元を行ってください。今回はアップとデータを転送しないをタップします。Apple ID でサインインされる方は、登録していたメールアドレス、パスワードを入力してログインを行ってください。パスワードをお忘れか Apple ID をお持ちでない場合をタップすると、
パスワードまたは Apple ID をお忘れの場合の確認や、Apple ID を新規作成することができます。今回は、後で設定でセットアップをタップします。利用規約を確認して、同意するをタップします。Apple Pay の設定やその他の設定を表示される内容に従って行ってください。画面を上にスワイプすると、ホーム画面が表示されます。7 iOS ソフトウェア確認。新しい機種でホーム画面が表示されたら、iOS ソフトウェアのバージョンを確認します。最新版へアップデートすることで、セキュリティ対策の強化や、さまざまな最新機能がご利用いただけるようになります。ホーム画面から設定をタップします。画面をスクロールして、一般をタップします。ソフトウェアアップデートをタップします。ダウンロードしてインストールと表示されている場合は、Wi-Fi に接続してアップデートを行ってください。iOS は最新ですと表示されている場合は、アップデート不要です。これでソフトウェア確認完了です。8、発信テスト。続いて発信テストを行います。発信テスト用電話番号111へ電話をかけます。接続試験は終了です。ありがとうございましたとガイダンスが流れたら、発信テストは完了です。これでご利用開始のお手続き完了です。